はい、皆様、弁護士小島信夫の5分で分かる石炭訴訟、その第5回です。本日はこの訴訟の原告たちというのは一体どんな被害を訴えたのかということについてお話をしたいというふうに思います原告たちが訴えた被害は大きく言うと2通りに分かれます。一つは近隣住民として えー、被害を訴えたというものです。その被害の中は、一つは土砂災害よの危険、受ける危険性の問題。もう一つは熱中症被害の問題です。えー、土砂災害の被害を受けるリスクがあるというされる地域に居住をまた働いている人が、あ原告の家内の部分を占めています。これは土砂災害のハザードマップですとか、危険区域等を表示サイトで、えー、表示しています。 横須賀という地域は、ミラー半島の割と先端に近いところにありまして、このミラー半島の先端の方では、どうしても山が海に近いところまで出てきますので、山から下りてきて、海との際のところに住むという形になります。ししかもそのの山が関東ローム層などの影響を受けて決して決 あの、丈夫なものではないので、えー、どうしても崩れやすくなってきていると。そうすると、崩れやすい山,山の割と際のところに住むということが増えているので、えー、地球温暖化による豪雨災害の被害を受けやすい方々が多く存在していると。そういうグループがまず、あの、被害者のグループの第一です。それでそのグループともか,かなりな部分重なり合うんですが、熱中症被害を受けやすい方々と。 いうのが第2のグループです。これは低素人55歳以上もしくは15歳以下であって熱中症を発症し生命健康を害するリスクが高いものを指します。えー、日本でじゃあそんなに本当に豪災害って増えてるのかということでありますけれども、えー、2012年以降2020年までの8年間で見ても大変多くの土砂災害 豪雨被害が起きております2012年には九州の北部で長い期間にわたって豪雨災害が起きまして大変な被害が起きていますそれから2020 2013年には秋田、岩手で豪雨が起こるという形になりました通常東北北部では豪雨災害というのはほとんどなかったんですがこれが初めて観測された 大規模な豪雨災害ということになります。これは、日本海の水温が上がってきたということによって、水蒸気が落ちなくなってしまったので、それがそのまま東北北部を直撃したという形になります。それ以降も2014年、15年、さらに2018年、九州北部、2018年にはですね、今度はいわゆる 平成30年7月豪雨という中国地方、四国地方を中心に観測史上1位の降水量を示した豪雨がありまして、この時には237人という多数の方の尊い命が奪われました。豪雨の量だけ見ると日本の観測史上最大の問題被害というふうになりました。 この、しかしこの記録はですね、その4年後の令和2年、四年後に、三年後にな、四年後ですね、四、えー、年後の令和二年の7月の豪雨で、えー、すぐに書き換えられます。あごめんなさい、やっぱり3年後ですね、えー。令和2年の7月豪雨では、やっぱり九州を中心に大雨が降りましたが、これがまた観測史上1位と。だから毎年のように観測史上1位とかそういう雨が降ってくると。 という形になります。その後は、あの、今度は北海道、中あの、東北北部で被害が起きるという状態が続いていて、えー、もはや夏になると豪雨災害が頻発するのは通常化しているというのが日本の状況になっています。えー、その現地のそばで見てもですね、これはあの、原国の横須賀の自宅のそばでございますけれども、崖崩れがこういうふうに頻発すると。 いうよなな状態になっています原国らの居住地周辺で起きたというだけで見ても、2021年の7月の1日から 3, 3日にかけて起きたあ、東海地方及び関東地方南部で発生した大雨、これで相当な被害が発生し、先ほど見たような化け崩れが起きていますが、逗、え、子、ー、インターチェンジは土砂災害が起きて、えー、通行止めになると。 ような状態まで発生しています。原告の一人、橋本さんは、現地で降る雨がかなり激しくなったということで、次のように述べています。2、3年前ぐらいからでしょうか、台風の時とか雨が降ると豪雨というか尋常,ない尋常じゃない降り方で、家にいて屋根に穴が開くんじゃないかというぐらい、ものすごい雨の量が多いと。 その音がものすごくて、私は3年ほど前に初めて豪雨によって恐怖を覚えるというか、そんな思いがしたというふうに法廷で述べております。また日本の熱中症被害もですね、2014年以降、極めて急速に深刻な状態が起きています。実は日本の熱中症死亡者というのはですね、1990年代ぐらいの末ぐらいまで、 つまり、あの、今から見ると25年ぐらい前の時点までは年間200人を超えるということはほとんどなかったんですね。えー、多くても200人ちょぼちょぼ。ですから3年間合わせても600人ぐらいにしかならなかったんです。ところが2018年に初めて1000名を死亡者数が超えると。2018年の死亡者数は1531名という多数になりました。 それでその後2019年、2020年と毎年のように1 0 0 0名を超えてくると。この3年間だけで、亡くなられた人の数だけで4000名を超えると。そのほぼ20年前の1998年から2000年を見ると、その3年間合計合わせてもう、あの、400名とかいう規模ですから、400名、500名という規模でございますので、 8倍ぐらいに増えてきているという状況があります。極めて急速に熱中症被害が発生しつつあるということです。これは救急搬送者の数で見ても、毎年のように5万人を超える人が救急搬送されていく。極めて恐ろしい状態が続いています。それから、原稿が訴えた被害の第2点目でありますけれども、これは漁民たちが深刻な漁業被害を受けるという問題です。 水産資源を重要な制御手段としているもの漁業従事者ですとか、海中観光業者という方が原告になってくれいただきました。これは3名を見ます。これは江の島の海です。左側が2012年の2月に撮影した写真です。海の中に海藻が生い茂って豊かな森のような状態になっています。 それが2020年の3月に移したものですと、完全に海藻がなくなって荒れ果ててます。こういう状態を磯が枯れ、焼けるというふうに言って、磯焼けというふうに言いますけれども、こういう状態が日本各地で頻発します。その結果として、この地域に住む海藻も取れなくなりますし、えー、アービーサザエといったものも取れなくなっていくるという状態が起きています。それから海遊魚が深刻な被害を受けています。 最も代表的な例がスルメイカという、スルメイカも介入するんですけれども、日本海の秋田県から山口県に至る地域での漁獲量を見るとですね、1990年代には1年あたり1万トン前後の漁獲高があったのが、今や1000トンにいかないぐらいまで減ってきていると。もう、あの、減少率が95%以上減っていると。 95%に減ったんじゃなくて、95%以上減っていると。極めて深刻な状態です。地球温暖化によって、このような被害が起きているということは、極めて明確でありまして、えー、原国たちは、土砂災害の危険のある居住地に居住している。それから年齢的に熱中症の危険があるものそれから、漁業者、海中環境業者と。原国は本当に具体的な被害を受ける人々でありまして、 え、それらの救済の必要性は極めて高いと。そのために、横須賀石炭火力発電所を稼働させてはならないというふうに考えております。以上で第5回を終わります。